香川慶造爆末期の香川慶造香川慶造、大正4年3月18日は、水戸藩出身の勤能志士、東山道軍総督二大軍艦、皇後,后軍大部、皇太后軍大部、数密古問艦。忌味名は、広安。旧姓は、蓮田。陽名は、良介、または徳松。旧名、小犬舞より。変名は、小林彦次郎。 明治になり香川博広後に、慶三に改名。氏族だったが、家族に編入される。借位制度ができると死爵となり、後に、白借位。十一位、君一等旭日刀下大受賞。少年は、天保十二年という説もある。墓所は、青山霊園。下伊勢畑の三戸藩合志蓮田十右衛門皇帝、袖の三男に生まれる。時系には、 は田東さんに、タウンゼントハリス襲撃を計画するも発覚し、入国士がいる。上伊勢畑の吉田神社の神官である、子犬ンヌ神の養子となる。水戸の野口教皇や藤田東子の私塾で学び、安政6年に起きた直所奉還事件では、神官同盟の一人として、現在の茨城町長岡に集まった長岡税に加わった。翌、万、ま、延元年には、 同志と共に上位を訴えるため、薩摩藩に駆け込み、これがもとで、三戸藩江戸屋敷において、謹慎処分を受ける。文久三年、藩主、徳川義康に従って、新官同盟として上落し、諸藩の志士たちと交流を深めた。一時、一橋義信の側近となったが、急進的であったため悲鳴された。後、京都にて、柳の図古島として活躍。 慶応元年、久下、岩倉智美と親しくなる。税々事件に関わり、死子井上健三宅に逃げたとされる。慶応三年、中岡慎太郎を率いる陸援隊の副隊長格となる。同年11月、中岡が暗殺されると、今度は、和潮高角の率いる和潮隊の副隊長格として、翌月、高野山付近で義軍を挙げ、大官や諸藩を建成した。 その際、死を覚悟した香川は郷里に紙を送り、現在も上伊勢畑には、子犬沼より舞発島が現存する。母親戦争が勃発すると、岩倉智美の子である、岩倉智貞を総督とする東山道軍、総督二大軍艦として新軍。江戸より軍を率いて、宇都宮へ出発。途中、流山で、紅葉沈部大陣屋を襲って、局長。 近藤勇を出頭させたと言われている。将軍官有馬東田の証言によると、当時香川は、旗役を務めていただけだったとも言われるが、岡岳文書の発見によって、通説通り、東山道軍総督府大軍艦であったことが、明らかになった。宇都宮城の戦いでは、大鳥圭介、肘方都蔵らに敗れ城を奪われ、救援を得て、再び奪還している。その後、 合図まで転戦した。後、兵部県大進むとなるが、軍務は不向きであるとして、移動を申し出る。区内省に移り、区内県大、進む、区内省進む等を歴任。岩倉施設団への随行を希望したが、線に漏れ、区内省を退官し慈費で随行する。後に、区内省理事官随行を心得として、施設団の正式な一員となる。後に、再び区内省進む。 区内大、進む、区内大書記館、広号宮大部、有栖川の宮官員の宮家政取締、交代豪宮、両、区内省有、家族局長、久し宮御養育主任、殿元、所領頭、朱美島、官員の宮別島、大前大部、東伏見の宮御用係、大前島、議定官、数密顧問官、交代豪宮大部など、区内官僚として、 養殖を歴任した。皇太后宮大部の職にあった際に、山戸新聞の経営者、松下く次より資金を無心された話が、雑誌、大国民に掲載された。明治になると、共に活動して落命した同志のための名誉回復や、労仕組に参加した、カスヤシンゴの実家、野口では、カスヤ家で戦死したものについての碑文を残している。大正天皇の生誕の際の御用係や、 結婚の際には、御婚儀御用係長を務めた。徳川義信の公爵授与に尽力し、徳川義信の娘を大正天皇の高候補として推した。佐々木隆之と下田歌子主導の王女教育の方針に意義のあった明治天皇昭憲皇太后夫妻の遺志で、慶三がその建制役を担ったこともあった。白尺となってからも、徳川家の連氏には席を譲ったという。 また日露戦争の際には、皇后の夢に、坂本龍馬が出たという献殿を行い、国民を鼓舞させた。屋敷は、現在の四谷の清井ホールのところにあった。長女である、香川塩子は、検証時取り扱いとなり、くれたけのないしと言われた。明治三十三年には、東宮職を兼務している。英国に留学経験があり、通訳や復職担当を務めた。 次男の香川桜男は白尺、陸軍不評大佐となった。同婦人の政子は松園直義男爵の三女で関白を務めた九条久忠の孫、定名皇后の十枚にあたる。次女の文子は山井金文夫人。三女の幸子は岩村春部次男、海軍中将夫人。四女の静子は花房太郎夫人。孫には商店次長を務めた。 香川浅尾、舞踏家の岩村和夫がいる。ありがとうございます。